皆様こんにちは韓中国ですバイデンアメリカ大統領は26日新型コロナウイルスの発生源についてさらなる調査を行うことを呼びかけましたアメリカ情報機関の関係者に3か月以内に倍の努力をし武漢ウイルス研究所に向けた発生源に関するあらゆる情報を集約し90日以内に報告するよう命じましたバイデン氏はその報告書の一環として 中国に対する具体的な問題を含めさらなる調査が必要と思われる分野を提案したと述べました AP 通信はバイデン政権の発生源究明に対する観点が変化していると指摘しましたこれまでワシントン DC の政界は研究所の漏洩説について公の場で議論することを避けていましたここ数日来アメリカ上院は反対意見なしに 武漢ウイルス研究所に関連する2つの修正案を可決し、ホワイトハウスは世界保健機関が最初の調査報告書を発表した後、2回目の発生源調査を行うよう絶えず呼びかけています。ホワイトハウスの報道官、ジェンサキ氏は25日、ホワイトハウスは中国における WHO の新たな調査を指示しており、効果的な調査のためには中国が最終的に名乗りを上げ、 必必要要なな訪問をを許可し、し政治的な干渉を取り除く必要があると述べました。カナダ・サスカチュワン州の研究機関ワクチン感染症機構国際ワクチンセンターのウイルス学者であるアリン・ジェイ・バネルジー氏は発生源に関する研究は極めて重要だと述べましたウイルスがどこから来たのかが分からなければ 再び起こる蔓延をどうやって防げるでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。